はい、ユッキーです。今日はですね、Amazon で購入しました、青汁。そうですね、人生初の青汁ということで飲んでいきたいと思います。こちら、ヤクルトの会社から出てる、この青汁の巡りっていうやつですね。Amazon で青汁でググったら、一番ベストセラーという一番ね、売れてるやつだったんで、購入しました。値段が1200円ぐらいだったかな。で、こちらが、30袋入りなんで、1日、まあ、1杯として30日の、持つと、なっております。食物繊維プラスヤクルトのオリゴ糖配合、国産大麦若葉、香料、保存料、着色料、無添加となっております。はい。で、これどうやって飲むんだ。開けていきましょう。パカッ。お、あー、こういうタイプですね。こんなになってます。まあ、多分これに水入れて混ぜるんだろうな。一袋につき 100ml 程度のお湯や水、牛乳など、各種飲料を溶かしてお召し上がりくださいとなっております。うん、よし。まあ、どんな味なのかね。まあ、昔CM でやってましたけど、まずいもう一杯っていうね、多分今の若い人知らないんじゃないかな。ああいう CM がありましたけれどね。それでは、それでは。まあ、人一倍ね、ほとんど野菜食ってないんですよ、僕は。一人暮らししてて、ほぼほぼ食わないんですよ。なので、まあ、健康のためにということでね、購入しました。この商品は個包装の粉末タイプです。健康補助食品として、1日あたり2袋を目安に。え、嘘 !1 日あたり2袋なの？マジで？一袋につき、またヨーグルトなどいろいろな食品に混ぜて美味しくいただけますと書いてありますね。原材料名が大麦若葉エキス松。過去大麦若葉過去国産。デキストリン。ガラクトオリゴ糖粉末。水溶性食物繊維。デキストリン。7.5g が30袋入って、容量が 225g となっております。それでは、100cc の水に、これを溶かして、飲んでいきましょう。最近ものすごく寒くて、何もしたくない、ずっと寝ていたいんだね。よし。いただきます。乾杯。
なんか緑茶っぽい。あの、抹茶かな？抹茶の、抹茶をほら、こうやってシャカシャカ立てるあの抹茶あるじゃないですか。あれを、2分の1ぐらいに水で薄めたような味ですね。ほとんど、えぐみというか、全くないですね。抹茶か、緑茶の、抹茶と緑茶を混ぜたような味かな。そんな味です、ちなみにこれ栄養成分が、何が入ってるかっていうと、食物繊維とビタミン K と、葉酸と鉄とカルシウムとカリウムとマグネシウムと、ベータカロテンとポリフェノールとルテインとガラクトオリゴ糖。となっております。まずくはないですね。普通に緑茶だろ。てか、ぶっちゃけた話、100cc じゃなくても、200cc ぐらいで薄めたら、普通にあれですね。緑茶みたいなもんです。これ薄めて飲めばもっとあれだろ。もっと、緑茶っぽくなる。でね、関係ないんだけど、最近ですね、こちら、目薬なんですけど、はい、こちらの、ムコスタっていうね、この白色の、白い目薬なんですけど、これを朝と、寝る前、朝起きた時と寝る前に、これを刺すんですけど、これがものすごい苦いんです。なんでお前目薬で苦いんだよって話なんだけど。目と鼻と口って繋がってるんですよ。だから、目薬を刺して、しばらくいると、この喉のね、ここら辺がね、今も起きてるんですけど、ものすごい苦い。これ、えぐいほど苦いです。これがね、もう今ももう、ここがずーっと苦いんですけど。だから、ドライアイの、しかも珍しく、その液体が、液の色が白色なんです。なんで、刺した時に、目の前がね、ぷわーっとね、白くなるんですよ。これは珍しい。普通目薬って透明じゃないですか。それがね、真っ白なんですよ。だから、入れて1分、入れて5分ぐらいかな。薄い、ここの目の周りが、結局白色に、白色の液体なんで、まあ、白く見えるんですよね。まあ、関係ない話は置いといて。それでは、いただきます。ごちそうさまです。確かになんか、大麦若葉って書いてあるんだけど、なんか確かに、麦っぽい味もするな。麦っぽい味っていうのもわかりづらいんだけど、なんかこう、ビールではないんだけど、なんつうんだろうな。なんか麦っぽい。お菓子で、なんか麦の、麦チョコとかあるじゃないですか、確か。なんか麦のこう、ポン菓子みたいなやつ。あれの、食べた時の麦っぽさみたいなのは感じますね。ということで、まあ、これは、レビューしてもあれなんだけど、レビューするもんなのか。まあ、ぶっちゃけ味としては全く問題ない。逆に、
俺ぐらいのレベルになると、あのまずいもう一杯が言いたいがために、あのむしろなんかまずい方が栄養あるんじゃないかみたいな感じに捉えられるんで、これ非常に全然まずくないんで、本当に健康にいいのかがちょっと怪しいですね。まあちょっとわかりませんけどね、これはね。まあでも飲みやすさとしては全然問題なく、うまくもないけど、まあまずくもないですね。うん。まあ三つ星ぐらいにしときますか。飲みやすさ、ね。飲みやすさは三つ星ぐらいですね。うん。まあ四つ星でもいいか。まあ三つ星ぐらいか。うん。ということで皆さんご視聴ありがとうございました。バイビー。